位の勝負は J アットマーク慶運中佐対ホロセスアットマーク慶運アンチさん対の対決。左慶運中と慶運アンチの対決になりましたが、これはおそらく相手の趣味に合わせてネタでいってるんだと思います。さて2人はどんなキャラを選ぶのかと言いますと、おスーピー側はウェッセル、最強と言われるウェッセルを選んでいましたね。ワンピーはコース、コートはスタジアムを選びました。実はこのスタジアムには特殊ルールがありまして、点数がリードされている方が5ポイントゾーンが広がっていくという仕組みになっているんですね。だから先にリードしちゃうと5ポイントゾーンがどんどん広がっていって、シュートで逆転されやすいという特徴があります。ここは、先行逃げ切りが結構難しいので、実力が問われてくるコースだと思います。ラッキングゴフですね。あれ、なかなかさっき初見ではちょっと取れないんですよ。はい、シュートパワーが結構あるので、見切ってても体重の軽いキャラだとコートギリギリだとそのまま叩き込まれちゃうことが多いんで、強いシュートの一つですね。端を丁寧について3対5、まだまだこの勝負分かりませんが、そうですね、ここでフェイントの必殺シュートを決めた。マジで取るのは J アットマーク K4 中3ですね。はい、しかしポイントゾーンは広がっている。そう、最大本当にコートの端から端に近いぐらい5ポイントゾーン広がっちゃうんで、ここでなかなか守りきるのは結構難しいものがあります。レシーブ合戦、ラリーが続きますね。さあどうやって仕掛けていくのか。ここで3ポイントを取り返す。あとこのゲームですね、同点の場合はそれぞれに1本ずつ入るというルールになっています。つまり先に先攻で1本取った方が圧倒的に有利です。ここで、K1 アンチさんが3点にリードになりました。さて、ウェッセルを使って何とかしていきたいところですが、最後に入って、1本ずつ取り返しましたね。わからん、難しいこのゲーム。セットカウントは1対1、同点となりました。さあファイナルラウンドですね。ちなみにこのゲーム、おっといきなり5点ゾーンに入ってしまった。これは痛い。その後に必殺シュートを投げられて8点。しかしこのスタジアムの特性上、まだそれは勝負は分かりません。エッセルは何とかしていきたい。しかしさすがにそろそろコツをつかんできたか。刺さったが3ポイントゾーンだった。5ポイントだったらいいとこだったんですけどね。入っちゃいましたね。これで15点選手でも決まっちゃうんで、こうなると苦しいですね。ナライガの勝利は J アットマーク K4 中さんの勝利ですね。はい、おめでとうございます。フライングパワーディスクは単純操作と相手との駆け引きが熱いゲームです。だんだんそろそろ駆け引きを打たないと負けてくるようになっちゃう。それでは先、ゴンタトガメがまだ出来上がってない状態ですので、2回戦を先始めたいと思います。K.I. さんと刺身さんでお願いしたいと思いますので、準備の方よろしいでしょうか。 K.I. さんと刺身さん、はい、ワンピースイピーを取るか、それとも筐体選択権を取るか、どちらかを選んでください。あ、間違えた、コース選択権を取るかで選んでください。それではワンピースイピーどちらを、はい、じゃあ 2P 側に、はい、それでは、はい、乱入って形でお願いします。それではキャラ選択の方入ってください。キャラ選択は毎回自由ですので、で先ほど出したキャラと別のキャラを選んでくださいましても問題はございません。スコットとウェッセル双方パワーキャラ同士で入っていきました。さあコートはどれでいく。フィールドコース、スタンダードなコースですね。端っこが5点で中央が3点が広いっていう形のコースですね。
1P 側が刺身さん、2P 側が KI さんとなります。さあ弾いて、パワーは溜まっていないが、さあカモーンと投げたが投げ返した、そういううまい具合に投げ返し、必殺で5ポイント入っていきます。ポイントが溜まって、パワーが溜まってない。これはそのまま、放物線と線じゃなくて直線での対決になっているが、おっとカモーンと入って、おっと B ボタン必殺の方で投げていくけど見事に返されて、 A ボタン必殺の押し込みが入った、5 3対5。さあこれ一発あれば十分逆転できる。あーと、ところがやり返して3対10、これはいける範囲になりましたね。さあどう、おーっとゆっくりと作業に入った、見越して送っても、はい、6対10間に合いません。見事生手の計算プリです。セット2に入ります。さあワンピー側にまず、あーっといきなりスピードショットの方で5ポイントが速攻で入った。これはワンちゃんが並べる、おっとこれはどうだ、ま、クイックショットでやってけよとギリギリ取っている。歩行速度が遅いのをスライディングでカバーできているけどと、さあ投げ返しでうまく5対5で並んでいきました。さあ揺さぶって揺さぶって、さあ弾いたけど、おいパワー溜まってる が速度があんまりない。パワーが溜まってドカンドカンとやり返すけど、これもパワー溜まってスピンの方に行くけどと、うまく投げ返して5対8。さあ残り3秒、これはもう見送るしかない。ここで押し込みが入ればとそれ間に合わなかった。5対8で一気に KI さんが上がっていきます。続きまして、イゼルさんとセクスさんお願いいたします。イゼルさんとセクスさん準備お願いします。セクスさん、それではお願いいたします。筐体を取るか対戦コート選択権を取るかでお願いします。はいはい、準備の方大丈夫でしょうか。ワンピーツーピー入ってますね。あ、うん、やばい、これはウェスル同士の対決ですか。おお、双方同キャラですね。さあコートはどこ行きますか。ドイツは強いです。速攻速度は最弱なんですが、スライディングでその分がカバーできる上、パワーもかなりあるので押し込みゴールも狙いやすいっていう、そういう利点があるので最強からと言われています。さあ読み合い始まってますけど、スライディング最強ですからね。でスタンからの回復もと5ポイントまずワンピーガーに入ります。あーっとパワー溜まっていない。これはパワーって溜めて投げた、はい、一気に10対0。さあゆっくりピースと、おっと手前を落とす、フェイクやったが騙されなかったと、クイックショット同士でやるけど、おっとこれはパワー溜まって投げて投げ返して弾いてまた投げて、はい、15対0ストレートで、まずワンピーガーが前進していきます。これはいいパワー合戦です。さあ続いて、あ、潮井が俺もうボルテージがどんどんと上がっていってます。あー、そして必殺ショットが見事まで上に上がっていってくれました。5対 でまずけどポルンパー溜まって弾いてパワーが溜まらない。クイックショットだけどこれはまだ遅い効果で、投げ返しもそこでやるが弾いてパワー溜まってスピンショットの方で取っていって10対0。さーっと弾いてこれは、おっと正面バス点で取って13対0。これはもう残り10秒厳しい状態で、あーが3対13で並ぶ。諦めなければ勝てる、熱くなれよ、熱く、諦めなければ死人が取れる、あ、関係ないっすね、ま、おっとタイムアップでギリギリ送ってスタンからの回復でもうまあこれはシャアが1対1で並んで セットファイナル。さあ投げて、さあ5ポイント見事まで上の方に行きました。これは決定打になるか、弾いてパワー溜まった、こうやっとだが3ポイント、これはまだワンチャンがあるラインに上がっています。ポイント、おーっと並んで6対5決定した。さあこれはいい試合、残り25秒、
さあどうだ、おっと5ポイント3に追加して11対第5にやり返す。さあ一気に有利になったワンピーガー、さあどうする、スーピーガーの後はないぞ、はい、14対5、もうこれは残り10秒でピンチ、10ポイント取るのはこっからには厳しい状況。さあゆっくりしていっているモードに入った14対1残り3秒でも間に合う、はい、さあいけるか、おーっと見送った、これはチキンだ14対10 見事な勝ったのはセクスさんの方、セクスさんの方ですね。ですのでイゼルさんの方は1試合やったので海田戦の方に 入らない形になります。では次デブルドラゴンさんと軽音中さんでお願いします。まず筐体は 2P、 デブルドラゴンさんが対戦コート選択権の方になります。それではランニングの方よろしくお願いします。スタートボタンを押してください。さあキャラの方はワンピーガー、おーっとまたウェスル同士、最強キャラ同士ですね。さあ、うん、私はウェスルの方足が、うん、負けとま、うん、上がか、あ、現場の方に説明しますと、上の方、上、現場の方を説明しますと、上の方が勝ち止め、下の方が負け止め用の紙になっています。はい、で1人1試合最低保証ですので、先ほどの場合イゼルさんは1回戦勝って2回戦負けるって形ですので2試合分やりましたので、ゴミ豚トーナメントには突っ込まれない形になります。それでは試合の方に戻ります。おーっとうまい、14、気づいてみればデブルドラゴンさんが14対0で圧勝中。さあもうこれは見送るしかないっていう状態だった。17対0で一気にワンセット取っていきます。軽音中さんが涙目ですさあ、おっとガチ勢、自称ガチ勢がいました。デブルさんもコンスタントに安定してビーチポイント、スリーポイントを取っていったら6対0、一気に残り30秒での状態で、これはパワー溜まって、ハイスピンで取って9対0、なんかもう涙目が試合展開になっていますが、諦めなければ、点は取れる。頑張れ、まだ10、あと3点分、相手には余裕はポイントがあるんでいけます。おっとスタントから回復したが、どう間に合ってる、残り12秒で、おっと15体です。そのままストレートで一気に上がっちゃってました。デブルドラゴンさんがラストレートで上がっていきます。で次が私と J かっこ、J あと軽音中さんですね。すいません、どなたかお願いします。マイクどなたかお願いします。はい、なんで俺が持ったし、フライングパワーディスク大会は出たいと思ってたんですけど、気づいたら起きたのが2時でした。まあ2時だから行けたんですけどね、そこまでして来ようとは思いませんでした。さあということで、これは準決勝になるのかな。ワンピー側が J やと軽音中、そしてツーピー側が水木さんと。さあ水木さんは、スピード重視の、なんだっけこれ三田ひな子だっけ、いやひろこが。そんでワンピー側が、J 君が重量級を逆に選ぶと。一応このゲームは強キャラっていうのが実は存在するらしくて、デブルドラゴンさんによると重量級の方が強いという話でした。さあ一応まあさすがに J 君はね強キャラを選ぶ癖っていうのが分かってらっしゃるけど、さあ開幕からスライディングで高まっていく。さあ水木さんがボールを取り損ねて選手点を取られてしまう。さあ必殺技、さあこれはきっちりキャッチしている。さあここで必殺技にはいけないが、さあこのステージは壁に当たってしまうと意味のわからない反射になってしまうので、反射神経が重要となってきます。さあ水木さん画面端の5ポイントゾーンを取って、さあ逆転をする。さあここはきっちり必殺技を取り返す。さあ水木さんは B ボタンの必殺技を重視していきますね。それにさあ浮かしてしまったが、さあここで3ポイント取り返すが5点を取られてしまったので、さあ、ああさらに5ポイントダメだし、ワンセット取ったのは水木さん。
さあ一応このステージなんですけど5ポイントのゾーンが意外と多くてこうやって事故で5ポイント取れてしまうんですね。さあ J 君状況が苦しくなってしまう。さあ重量級なのでスライディングの幅も少ない、そのせいで5ポイントを取られまくってしまう。これはステージ相性も極端に悪い状態ですね。さあここで浮かしてしまった、必殺技入った、3ポイント。さあこれでさあ3ポイント取り返すも状況残り15秒でこれは危ない。さあ必殺技、さあこれはきっちり取り返すが3ポイント。さあこれは5ポイントを取り返すしかないんですが、おっと落とすか、落とさない。さあ残り4秒切って、さあさあ今のが5ポイントだったら逆転だったんだが3ポイントになってしまった。さあ勝ったのはみずきさん。あ、危なかった。ちょっと揺さぶるためにコンクリートコースでちょっとやってみたんですが、結果的にいい形になりましたね。障害物があるコースっていうのは本当 B ボタンの使い方が重要になりますの でこういう読み合いも重要になるかと思います。それでは、私が上がりましたのでゴミ豚打線の方に移りたいと思います。ここも×になります。